ウスともぐりんです。本日は視聴者の提供からいただいたルール闇のドッジボールを開催したいと思います。まあデュエリストってね、やられたら死んじゃうんで、まあ同じ感じでね、ドッジボールでやられた人もやられるみたいな感じですよ。はい。そして今回はちょっとかなりグダった新企画になってますんで、ちょっと温かい目で見ていただければなと思います。それではやっていきましょう。グダってもいい方というだけどうぞ。よっしゃ、それでは闇のドッジボールを始めようか。まあ、ということでルールは冒頭で説明してると思うんで大丈夫かな。うん、武器も自由です。はい。あ、相手はスプラ、この寿司ね、寿司相手は寿司で、こっちは必戦が多い。必戦は確かあれね、アーマーやからあれよ、そうあれよ、耐えれるんよ。そう、耐えれるから話続かへんわ。右手側が自分のエリアです。はい。ほんでここで相手側に投げると、そして4分開始です。4分開始、始まるまで取っちゃダメよ。まあちょっとぐらいいいけどさ。さあ、なんかフレンド関係のエラーがさ、めっちゃ、どうでもいい話しちゃうの、これ。どうでもいい話しちゃうから、うん、どうでもよくない話やから。ほんでさ、部屋立ててもなんか反応されへんくてさ、もう俺スイッチ買い替えたのかな思ってんねんけど、どう思う、みんなこれ治ると思う？絶対壊れてると思うねんけど。で、思ってる結構奥行きがあるよねこれ。うん、じゃあ残り15秒でスタートですよ。ちいかまくん、ちいかまくんちいかまくん、そこ行っちゃダメだぞ。うん、君倒しちゃうぞ。あ、ここガードできるやんこれ。え、雪合戦みたい。え、タイトル変えようかな闇の雪合戦にする。始まるよ。始まった、ナイス。ほい、今回、うわ、意外とこれすぐ死ぬくね、俺らやばくね、俺らやばくね。おい、なんかあいつ外出てるぞ。おい、外出てるぞ、誰か外出てるぞ。ちょっと待って、これは審議や、審議の時間が必要だ。で、こっから投げてきたやつを俺は見た。ここから俺らの方にこうやって見たぞ。おい、なんかあいつ外出てるぞ。おい、外出てる、違いますやん。ちょっともう一回やりましょうよ。ほんとほんで、今回はちょっと始まるまでにスペシャルを貯めることを許可しましたね。あ、今回インクハマーおらへん。やばい、インクハマー敵にばっか言ってるぞ。オッケー、今回溜まったよ。てかさ、追加ギアパワーオフすんなに忘れとってんけど、これ絶対オフしてへんからやたら強いんよな。おい、なんか確保してもうたぞ。あ、これ片方確保方はいいの？あ、始まってる。投げろ、なんでやねん無理じゃねこれ。雪合戦の壁の意味がないやん。すぐ死んじゃったんだけど。え、みんな耐えてる。すごい、みんな耐えてる。俺だけすぐやられてるこれ俺だけ全然楽しめてない。なんだこれ、意外といい試合してんじゃねえの。あれ相手チーム強くね、相手チームが強いんだが。ちょっと待って、いや、ここまではお遊びじゃないですか。ほんとね、いきなりそのいいお店入ってさ、いきなりステーキ出てこないでしょ。最初スープが出てくるんですよ。そういうもんなんですよこれは。はい、ということで、こっから本気マンタマリア号ね。ここは2つのエリアの間に柱があるんで、そこに隠れながら結構いい勝負できるんじゃないかなって今回は思ってる。本当に結構でかいから、みんな思ってるよりでかい柱があるから見ててね。ほら、結構でかくない結構でかくないこの柱。ほら、こっから狙うとかじゃないと、ほら今みたいにこう外しちゃうわけですよね。だからそういう感じでやっていけるんじゃないかなって思ってます。おー、お前何勘飛ばしてきたんだ、お前やんのか。ぶつけるぞお前、ほら顔面にぶつけるぞ顔が大変なことになってる。さあ、残り10秒ですよ。最初に一気に倒すのがキッチやと思うのよな。でも俺はあえてここでイモるわあえてイモるわ。はい、オッケー、スタートオッケー、あ、ちょっと待って待って、自陣取られるのはまずい。オッケー、でも、あ、ちょ、あ、待って、俺も投げさせて、おい、投げる間もなくやられてんじゃねえかよ。よし、次ビーバースパークでやっていきます。この間にはでかいタワーがあって、直接狙えないんで、ちょっと企画者がね、外しましたって言ってたんで、もうそれぐらいの方がちょうどいいんじゃないかなって、もう俺思ってきたほんまに。だけど、もうあた直撃な、直接狙ったらもう死んじゃうやん、すぐ。だからそれぐらいがちょうどいいんじゃないかなって。はい、これでちょうどいい。はい、どう、これ届くこれ届くか。
よいしょ。あ、届かねえんじゃねえか。ほら、こっからだと届く、こっからだと届く。オッケー、届いてる、届いてる。始まるよ、始まったよ。はい、始まった、始まった。ちょっと見とこ。おお、来てる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 ぞ。いや、結構来るな。サブ性能アップを積んでれば届くっぽいから。よいしょ。これどうだ、でも倒せてるか倒せてるかどうかが全く分からへんけどな。届いてる、届いてんのこれ、届いてるかちょっと見るわ。どう、いや、ほとんど届いてないっすねこれ。ほとんど届いてないっすわこの上の丸を塗る合戦になってもうてるわ。うん、これダメです、これ。はい、ダメです。お、お、ちょっと待って、お、確保したぞ。これ勝てるんじゃないかめっちゃせこいけど、これ勝てるんちゃうか。いけるぞ、いけるぞ。じゃ、この隙間、そう、この隙間が狙い目、これ。そう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 。やった、勝ちました。めっちゃ、わかりづらい試合やったけど。さあ、ここからが本番ですよ。ね。今回はもうカーリングでいきます。カーリングやったら強弱もつけれるし、こうね、こう後ろからこうなる感じもねあるんで、それでできるんじゃないかなって。さあ残り5秒ですよ。長押しすればあんまり飛ばなくなる。オッケー、レディゴー。オッケー、いけ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 。後ろから跳ね返って、後ろからとかあるもん。こうやってな、ギリギリで止めることによって壁の裏に隠れてるやつも倒せる。どうだ、カーリングって一撃で倒せんのか。そこら辺がちょっと分からへんねんけど、こっちから行くか。後ろの、いや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 、あっぷな、あの後ろの壁よ。ほい、あ、ちょっと長押ししすぎた、長押ししすぎたな。ほい、どうだ、あ、ガクチエリアを確保した。ちょっとだけ向こうが有利になりましたよ。ほい、連続で撃、連続で撃、連続で、まずい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 。オッケー、ミクリさん倒した、ナイス、一人倒したぞ。これちょうどいいぞ。どこにいんねや、この柱の裏おるんちゃうんか。そういうやつにはこうやってギリギリで攻める。ん、どうだ、全員倒したんか、もしかして。ん、全員倒した、ん全員倒しちゃった、あれ、もういない、いなくなっちゃいました。はい、勝ちでーす、やったーわーお、分かりづらい。はい、次、はい、次はタチウオで、ロボットボムで闇のドッジボールいきます。はい、ロボットボムはちょっと次元式なんでね、タチウオとかやったら壁もあるしで、あれよ、やりやすいんちゃう、避けやすいんちゃうね。そう、ここにこうやってさ、ロボットボムやったら壁貫通せえへんから、こっちかこっちに避ければいいだけなんですよね。うん、いけるんちゃうかな。 OK、 残り10秒、残り10秒よ。もう先投げたもん勝ちやろ、これ。もう先投げたもん勝ちやわ。いくぞ、3、2、1。はい、いや、ちょっと待って待って、ここ、そう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 、いや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 、無理だ。はい、無理、これ無理、無理です。まだカーリングの方がいい試合できてたんちゃうかな、どうやろうか。あ、でも何人かやってるよ。最初の4人さえ耐え抜ければ、あとは決着がつかないような気がするんだ決着が、あ、でもピッピッ、誰や、グッピーさん、グッピーさんがやられました。さあ残りは猫猫猫さん。お、買ったか、あ、買ったやん、あ、すごいすごいすごい、1対0、すごい良い試合ができたね。俺はあそこにおらへんけど。よし、それではラスト、今回は大将戦でいきます。まあ、大将戦ね、わからない人のために言うと、一番最初の人からこう順々にやられたら、変わっていくというリレー形式みたいな感じですね。で、順番はね、ルームの上からなんで、私が一番最初になるわけですが、まあ、大将が良かったんやけど、大将にしちゃうとこう回ってこうへん可能性があるから、まあ、どうせやったらね、最初の方がいいよね。 OK、 みんなも最初が一番楽やから、こういうのは覚えといた方がいいよ。 OK、 でみんなはまあ適当に野外で待ってもいて もうたらいいんで。はい、相手は誰だ、相手はお前か、よっしゃ、おお前やんのか、おおおあ、礼儀正しかった、礼儀正しかった、向こうの人。え、自分なん、自分なん、誰なん誰から始まんのこれ。オッケー、まずオッケー、始まった始まった。相手のインクを切らさせといて、なんで2人、なんでそっち2人いんの、おい、2人いんのおかしいやろ、なんで2人おんねん。はい、今回はみくりさんと戦っております。お、いいよ、あといいとこ当たるよ、いいとこ当たるよ。どうです、どっちが優勢、今みくりさんが優勢っぽいね。まあ、こっちは2番手なんで、
はい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 、いいよいいよ。んどこ、おーいるね、耐えてるね耐えてるね。お当たった当たった、あ当たったけど耐えるか、当たったけど耐えていく。おお倒した倒した倒した、おおすごいやるね。オッケー、これで相手も一人、順番が回ってくるぞ。次は誰だ、じゃあ次は彼のようだ。オッケー行け、みぐりさんやったれ。うちのみぐりさん強いからな、見せたれ自分の力。オッケー始まれ、もう始まるタイミングは自分らの次第やから、適当に始めてくれな。あ敵強いぞ敵強いぞ、あれお、スーパー着地でインク回復を決めつつ、相手はインクアーマーか、これはいい戦いになりそうやぞ。お互いスペシャルを使い切った。そしてみくりさんがインクがないのか、この隅っこ強いからね。でも上からそうやって食らっちゃうから、それまずいよそれまずいよ。なんで俺、ほんでなんで俺当たるん。オッケー、さあ今回相手が優勢か、相手が優勢だ、これはまずいぞ。どうなるどうなる、あーみくりさんやられた、みくりさんやられた、マジか。次次誰や、猫猫猫さんいけ。オッケー猫猫猫さん決めろ。うちも最後大将ミスティさんやから、みんなご存知ミスティさんやから、ミスティさんおったら勝てんねんけどな正直。オッケー始まってる、もう始まってるわ。オッケーレッツゴー。おーおーおー、誰や誰がスーパー着地したぞそこで。ん、なんか知らんけどミスティさんいったわ。なんか知らんけどミスティさんいったわ。オッケーもうやったれ、ミスティさんもやったら、もう大人の力見せたれ、大人かどうか知らんけど。オッケーいいぞいいぞ、やったれやったれ。あ結構前で戦う、結構前で戦うねみんな。どうなるどうなる、ここで見ようか。ミスやられてもうとるかな、ミスさんやられてもうとるわ。まあ、というわけでね、結構グダグダな感じになっちゃいましたけど、こうやって2個、こうやってね2個エリアがあるところで、みんなも自分でいろいろルール変えてやってみてね、この闇のドッジボール。はい、いろいろやってみるとすごい面白いです。というわけで今回はいろいろなルールで闇のドッジボールをやってみたでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回も見てね。